高速まりデラックスは日本の自動車雑誌。内外出版社が2007年8月より各月間で刊行している。旧車系のショップで配布されていたフリーペーパー高速まり」がベースで、元来は空冷 VW 社の専門誌ストリート VWS 増刊として創刊されたが2007年以降単独誌になる。名の高速は 有鉛ガソリンが有毒性から問題視されて、自動車ガソリンの無塩化が進められた1970年代に一部自動車に、重付されたステッカーの文言を引用したもので、通常は無塩ガソリンで、走行可能だが、高負荷がかかる高速道路走行時に限りありなガソリン仕様を指定された過渡期のモデルを象徴する文言である。 有名輸入車やオイルショック以前の日本製高性能車への人気が高い伝統的な旧車趣味では感化されがちな1970から1980年代日本製実用旧車を多く取り上げる本誌の性格を反映したタイトルである。旧車や JDM など既存の雑誌が扱わない車両を積極的に取り上げたり各地で行われる旧車イベントを取り上げるなど コアなカーマニアが試行する雑誌として注目を集めるが、旧車に限らず比較的新しい車種や商用車を特集することもある。覚悟にテーマや特集が設けられ、形式や年代、仕様による違いなども事細かに紹介している。トミーテックのトミカリミテッドヴィンテージと関係が深く、 開発担当者による間違いだらけのガン車選びコーナーが連載されて、同社新製品情報も掲載される。担当者自ら癒着と揶揄している。記事内では全般にパロディを好む傾向があり、老舗自動車雑誌、カーグラフィックや先行する旧車専門雑誌のノスタルジックヒーロー、オールドタイマーなどもパロディネタにしている。公式サイト、高速ユーナマリウェブでは、 ステッカーやライセンスフレームなど高速ユーナマリグッズを販売している。ボリューム36以降からは自動車のペーパークラフトが付属するようになっている。また、ペーパークラフト化される車は有名な名車から立体化が少ないマイナー車まで多したよう。ありがとうございます。